海に面した鳥取県は漁業が盛んなところです。暖流と冷たい海水がぶつかり合う鳥取県沖の日本海の漁場では一年を通じてさまざまな魚介類が水揚げされます。鳥取県はカニの水揚げ日本一、中でも冬の味覚の王様といえば松葉ガニです。松葉ガニとは山陰地方で水揚げされたズワイガニの成長したオスのこと。子を持ったメスは親ガニと呼んでいます。松葉ガニは山陰を代表するブランド食材。岩美町網代港、鳥取市加路港、境港などで水揚げされています。この松葉ガニは資源の保護のため漁期は毎年11月6日から3月20日までに限られ、解禁日になると多くの漁船が出港し松葉ガニを目指します。松葉ガニは底引き網漁で行います。漁場に到着したら作業開始。カニ漁船は1艘で船長以下10人近い漁師が乗り込んでいます。皆が手際よく作業に当たります。まず網につながるロープの端につけた目印となる樽を落とします。その後船はロープを伸ばしながらひし形を描くように航行します。2回目の方向転換の位置で網本体を海へ落とします。そして目印となる樽の場所まで戻り、樽を回収して網が海底をさらうように船をおよそ1時間前進させます。いよいよ網を引き上げます。網には松葉ガニをはじめさまざまな魚が入っています。松葉ガニやその他の魚と大まかに分けていきます。その間も船は次のポイントを探して移動します。船長はレーダーを分析したり、仲間の漁船と無線で情報交換をしてカニが取れそうなポイントを見極めます。船長の漁師としての経験とセンスが試されるところです。次のポイントに到着しました。再び底引き網漁の作業にかかります。このように一旦海に出たら1回 1,2 時間かかる底引き網漁を24時間休みなく繰り返します。そして一旦港を出ると4、5日は戻りません。冬の日本海はしけが多いため、松葉ガニ漁は時間との勝負なのです。何回かの漁を終え港へ戻る時間が来ました。港に着くまでの間、すぐ競りに出せるよう船員全員でカニの仕分け作業をしていきます。港に戻ると早速競りが行われます。カニにはブランドタグが付けられます。次々と競りにかけられ、県内はもとより日本全国に出荷されます。また一部のカニは浜茹でに回されます。加工業者によってボイルされる浜茹では人気の商品。熟練の技術による絶妙の茹で加減で旨味を引き出します。松葉ガニと並び、鳥取県を代表する魚にクロマグロがあります。鮮魚での水揚げ量は境港が近年全国1位を誇っています。
境港に水揚げされるマグロは山口県沖から新潟県沖までの日本海で巻き網漁船によって漁獲されます。水揚げされたマグロは鮮度を保つためにすぐに内臓が取り出されて腹の中に氷が詰められ氷の上に並べられていきます。競り落とされたマグロは東京や大阪などの消費地に送られていきます。マグロは健康に良いと言われる DHA を豊富に含んでおり、寿司ネタとして高い人気があります。県内では心臓、目玉などを使った産地ならではの料理やマグロラーメンも食べることができます。水揚げされるのは6月中旬から8月中旬までの2ヶ月間。今ではすっかり境港の夏の風物詩となっています。日本海とともに発展してきた鳥取県の漁業、松葉ガニ、クロマグロ以外にもイメージキャラクターのハタボウを作っているハタハタ、カレイ、岩ガキ、白イカ、サワラなど様々な水産物が取れます。この豊かな日本海の恵みを受け、今日も鳥取の港は賑わいます。